インドネシア、台湾、カンボジア、ラオス、ミャンマーもですね、基本的に、生活値は下がるって考えていいと思うんですよね。まあ、あと場所によってはカンボジア、ラオスっていうのは、かなり下がるかなと。まあ、ミャンマーの場合はですね、ビザの費用がプラスされますよね。他の東南アジアと違ってちょっとビザがちょっと特殊なところが、日本人でもビザが必要っていうところがあるので変わってくるんですけども、まあ、引っ越し費用っていう面では日本の国内で移動するよりはいいんですけども、荷物を絞っていくという必要がありますね。で、まあ、生活費全般は家賃、まあ、食費、まあそういう全般の生活費というのは基本的に日本よりは下がるかなと。まあ、なので日本円で収入を得ながら現地で、価格差を利用してですね、その部分、浮いた部分を投資に回すっていうのが、すごくいいアイデアかなとは思いますね。まあ、フィリピンですね、夏服だけでいいのかと、冬服はいらない。